レターもありがとう。アイスありがとう。こんばんは、中村です。ゼリーもありがとう。やっほー、お疲れ様です。もう今日マッサージに行ったんですけど、揉み返しがもう来てて、揉み返しっていうんですか、なんかめっちゃ痛いんですよ本当に。すごい首の辺、この首肩ら辺のもう揉み返しがすごくて、めっちゃ痛い、痛いです。あ、ありがとう。めっちゃ凝ってましたよって言われた。本当にもうなんかデスクワークやってますかみたいな言われてで、いやデスクワークはしてないですけどねみたいな。まあでも、まあ、携帯見たりとか、まあ、SNS する時間、なんかなんていうんですか、ネット系まあ多いかなって思って、まあ、携帯とかよく見ますけどって言ったら、いやすっごい凝ってましたよみたいな言われて、もう本当に首とかこの肩ら辺とかもう本当にすっごい凝ってましたみたいな言われました。ありがとうございます。めっちゃ今痛い。ダンスしてるとか言ってない。え、なんかマッサージ中って基本なんかその私がそこ行ってるそのマッサージ屋さんはなんか話しかけるっていうテンションじゃなくって、本当になんか静かなすごいリラックスできる音楽がずっと流れてて、でそこで静かにマッサージしてもらう感じなんですよ。でなんか終わった後になんか凝ってましたよのすごい言われて、感想、マッサージの感想、感想結構してありがとうございます。寝てないの？え、めっちゃ寝たよ本当に。爆睡して、なんか最初マッサージの前にご飯をもうめっちゃもう本当にもうお腹パンパンになるぐらい食べたんですよ。もうもう動けないぐらい、もううーってなるぐらいご飯食べてで行ったんですよ。そしたらなんかマッサージって大体うつ伏せから始まるんですよ。うつ伏せしてその後途中で仰向けになって、そしたらさ、うつ伏せになった瞬間にさ、もうさ胃が圧迫されてさ、うっってなって、しかもさ腰の方を押された時にさ、もう本当に食べ物がちょっと出るんじゃないかってぐらいうわってなって、で本当にね、満腹の時にマッサージに行くもんではありませんね。本当ありがとう。そうで、うつ伏せの時はあんま眠れなくって、そうで、しかもなんか痛かったんですよ結構。なんか部位によっては結構痛くって、でも力が結構強くって、でなんかその最初の方なんか押してもらってていい感じだったんですけど、その時に大丈夫ですかみたいな、力は大丈夫ですかみたいな言われて、あ大丈夫ですって言って、その後なんか結構だんだん痛くなってきて、でもなんかもう大丈夫ですって言ったから、なんかやっぱり痛いですとか言いづらくって、めっちゃ耐えて本当にもうで、そう部位によってはめちゃめちゃ痛くって、そうでさらにもう腰押されたらもううわってなって、え耐えるよ。私さ自分のことを鼓舞しながらねマッサージを受けるの、頑張れ、あとちょっとだ、頑張れって心の中でもう自分に勝つっていうか、こうエールみたいなの送って、いけるぞ、頑張れ、もう少し耐えろでマッサージしてもらって、でもなんか途中でなんか仰向けになってからかな、なんか
あのだんだん眠くなってきて、まあ、満腹もあったからかな。で、そう、爆睡、もう大爆睡。修行、修行みたいな感じ。もうでもめっちゃ寝ました。マッサージされてる間寝てるのはもったいなくない？めっちゃわかる。なんかもったいないって気持ちわかる。だってさ、そのマッサージが気持ちいいから受けるもんだけど、なんかそのね、あ、終わってたみたいなのもったいないってのは分かるんですけど、でもね、寝ちゃうんだよね。眠くって、ありがとうございます。でもさ、なんかマッサージ屋さんで寝たらさ、帰るのが辛い。なんか寝起きじゃないですか。で、はい、終わりましたよって、もうちょっと寝たいってなるので帰るのが辛い。アイザーズありがとう。しかも、ちょっと待って、そう、なんか今日マッサージ行ったら、あのお釣りでこれもらったんですよ。もう初めて見て、あのこれ、そうで、私も思わず新しいやつだって言って、で、そうなんですよって言って、そう、ほら見てください、あの初めて見ました、この5000円札、新しいやつ。1000円札は持ってたんですけど、津田梅子さん新札、いただきました。しかもさ、なんかさ、ここがさ、この番号がさ、この AA だったらさ、なんか新しいみたいなの聞いた。そう、このホログラム、あれなんかうまく映んねんだよね、ショールームだったら。反射するからかな。1万円使ったお釣り。そうですよ。で、そう、これもらって、もう本当にうわー新しいってなって、そしたらさ、なんかマッサージの人がさ、いや、なんか私が新しいって思わず叫んだの、うわーって新しいって言って、初めて見たってなってちょっと興奮したんです。そしたらマッサージの人が、はいって、そうなんですよって、まあでも以前よりもなんか表情がすごく硬くなってらっしゃいますねみたいな言って、で、なんかマッサージの人ってそんなとこまで見てるんだと思って、なんかあの私のなんか凝りがどうのこうのって話した後だから、まあなんか以前よりも表情が硬くなってますねみたいな言われて、で、そうですかみたいな、もうおいみたいな、なんかその表情筋、あ、なんかマッサージ師さんはなんかやっぱ見るとこも違うなって。お札の表情、あ、そう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 、あれ、あ、この人、まあそうなのかな、わかんないけど、表情、おみほぐし、やっぱね、マッサージ行かないな。でもすごい、なんか
あのすごい真顔で分析してて、いやなんかコリガーみたいな、コリガーじゃないわ表情がみたいな。そうで、これねピン札じゃないですか。で私ね、財布が2つ折りなんですよ。2つ折りだからさ、これ折れ曲がるのがめっちゃ嫌でさ、こうやって持って帰りましたこうやってもう手で持って、マジでこの絶対に曲がらせないぞっていう、そう、なんか長財布じゃないのよ、2つ折りのお財布なんよ。一見さ曲がるのが嫌でさ、で今日これ保存した。私なんかこういうコレクションじゃないけどさ、なんかこういうこやる癖があるんだよね。なんかあ取っておこうみたいな。長財布はね、いやなんかね場所取るからね二つ折り使ってるんですよね。あ、なんかちっちゃい方が好きで財布は。そう、ありがとうございます。茶色いやつ。そう、でもさ、あのお姉ちゃんお母さんからさお財布もらったんだけどさ、新しくなんか使えなくってさ、もったいなくって、ずっとあのまだ自分が持ってるやつ使って二つ折り。エリサハートありがとう。白いお財布。そう、白いとさ、なんか汚しちゃったらとか思ったら使えない。いやなんか使いたいんだけどね。めっちゃ可愛い。ありがとうございます。なんかあんま良くないんですけど、あの検索したんですよお値段いくらぐらいしたんだろうと思って検索したんですよ。そしたら結構お高くってわーってなって、そうだからよりなんかもったいなくってそうちょっと気になって、でもなんかしちゃうんだよね。本当ありがとう。みんなからのプレゼント、いやしないよ、しないけどね、お洋服もらったりしたらそのブランド調べます、そのお洋服ので、そのどういう風にその何ですか着てるのか見るから検索はするんだけど、なんかそうお値段目的で見てるわけじゃなくって、そのなんていうんですか、モデルさんがどういう風に合わせて着てんのかなとか思いながら検索する。何に合わせて着てるのかなとかそういうのを見ながら。結婚してありがとうございます。
いじゃん検索しても。そう、なんかモデルさんが見て、あの来てるのを見たい。そう、どんな風に来とんか、 そこの公式のね、ホームページに載ってるのが見たい。あわあわありがとうございます。明日はね、勝手に四国観光大使の公演なのでね、久しぶりですよ本当に。明日は何時から言うんだっけ、18時半、あ19時、どっちだっけ。あ、くまくまありがとうございます。配信も見てください。 DMM 18時半か、ありがとう。今年初めて、え、私ってこと。でも四国公演自体が久しぶりやけんね。前回なんか葵さんの生誕祭がさあしゃああったんだけど、1月だったかな。でも多分それは出てなくって、だからいつぶりなんやろ、もう分からん。いつなんか、半年ぶり、半年以上になるんじゃない、その1月に出てないってことは。あれか、クリスマスぶり、そんなことはない、そうかも、クリスマスぶりかな。でもクリスマスも別に単独でやったわけじゃなくて、クリスマスは7曲ぐらいだけやったんですよ。なんか 4ユニット合同だったんで。確かに服フェスがあったか。あ、でもまだリニューアル前なんで、あのセトリとかは、そう、変化はあれなんですけど、リニューアルは秋ぐらいですかね。アイス、ありがとうございます。四国瀬戸にいいんですよ、本当にいいんですよ、本当にいいんですよ。ありがとう。みんな小豆島は、小豆島はって、小豆島ナイス、ありがとうございます。あんなにライブ向きな曲ないもん、わかるがそうよね、なんかねえ、小豆島へ行こうっていうタイトルだけ聞いたら本当になんて穏やかな曲なんだろうっていう感じのなんかイメージがつくんですけど、本当にもうノリノリな乗れる曲なのでライブ向きですよね。確かに愛をもって略しとん、愛の重さ、愛の重さって愛をもって略すん難しいね、略さんのじゃない、愛の重さは。略すほど長くはないか。
愛の重さはね、花だれ公園で入れたらいいなと思うんですけどね。ね、花だれ公園もさ変わってるんだよ、そのアンコールの曲が変わってて、毎シングル出るたびに。後悔が今入ってる10枚目。その前は息やってた、息をする心。もう愛用もで確定してる。なんでそうなの、確定したの、なんで。愛用もなの、愛の重さ。でも愛の重さ、さいつも言うときにさ、めっちゃさあのなんか曲振りをよくさせてもらうんですけど、なんかそれでは聞いてください愛の重さって。でもさ、なんかさ今は全然言えるんですけど、なんかたまに間違えて愛の重さって言っちゃうんですよ。でなんかその愛の重さはなんか違うんだってのをなんか言われるんですよ。でなんかそのマネージャーさんとかにも言われるし、愛の重さだよって、その曲のね愛の重さ、もうなんか制服の重さと混じってさ愛の重さってさ言っちゃう時があってさ、いつもなんかってなる。どっちでもね、確かに分かるんだけどね、愛の重さ。歌詞だと合ってる、え、愛の重さだから初めて分かったよ、君の気持ち背負ってみて知った、心がしびれるくらい。重そう？私？軽くは見えない。ありがとうございます。想像にお任せします。
7月1日え鼻だれ出ます。鼻だれいつまであるんだろうね。なんか千秋楽も近いと思うんですけどね、いつまであるんでしょうね。多分あと数回だと思うんですけど、いつの間にか体重の話になっていた。してないよ私は一個も。コメント欄はめっちゃ体重がどうのこうのって書いてあったけど一個もしてないよ。レディーに体重聞くもんじゃないよ本当に。めっねえ、みんな職場の人に聞くんですか、体重何キロですかって聞かないでしょ。ダメですよそんな。ありがとう。ハラスメントもう何でもいけるから、なんちゃらハラスメント、これもハラスメント。いやー今日さサウナして思ったんだけどさ、サウナ行ったんだけどサウナして思ったんだけど、なんかさサウナめっちゃ暑いやんか。でさ最近もう真夏みたいな時はさ、ほんとサウナ並みに暑いじゃないですか。なんかうわサウナと似とるって思ったんですよ。あサウナが似せとんか分からんけど、えけん多分今後なんか自然サウナ界隈とかできると思うんですよ。なんか自然でサウナするみたいな多分今後流行りますね。だんだん夏になったら自然サウナ界隈、日本全国サウナです。はい、水風呂はなんかクーラーとかの効いた部屋にみんな多分入って、でまたサウナ暑いみたいな外でサウナして、でまた多分クーラーの効いた部屋に入って自然サウナ界隈あると思います。水風呂寒いよね。寒いけどさ、なんかそう私さサウナ入ったら次水風呂に入るんですけど、マジで寒すぎてなんか冷たすぎて入れないんですよ。頑張って入るんですけど本当にしんどい。オロポ飲んだ？え飲んでない。ポしか飲んでない。オロポじゃなくてポ、ただのポ飲みました。水風呂やめときって。なんで？でもなんかこんなに暑くなったり寒くなったりしてなんか体にいいのかなと思いながらなんですけど、サウナポはポカリですよ。最後はあれサウナの方に入って、そう整えた、整いましためっちゃね、汗かきましたよちょっと待って、謎かけ、あなんだっけ、謎解き、あ違うか、なんだっけ、かけ謎かけ、あなんだっけ求めてこないでください。整っていません。整っていません。整わなかったです。ちょっと今謎かけ考えたいんだけど相当時間かかる。私は頭の回転が遅い。
アドリブは苦手なんだね。そう、苦手です。もう全部台本用意してください。アドリブは苦手なんです。台本外のことをされたら泣いちゃいます。サウナ10から15分、水風呂2分以上おすすめです。うそ、今日は7分ぐらいしか入れませんね。7、8分ぐらい、暑くてね。アドリブ苦手なら深夜ラジオはちょっと、収録じゃダメっすか。でも聞いてください、ラジオだってリハーサルはありますよ。サウナの温度なんか場所によって違うみたいな、まひなさんが言ってた。なんか場所によってとか日によって違ったりする時もあるみたいな。チリパもリハーサルある？でもチリパの日はリハーサルっていうか打ち合わせ、なんかラジオは打ち合わせがある。大体あの原稿をさ、こうあって、それをそのはい始まりましたで読むわけじゃないので、しっかり最初にちょっと目を通したりとかして、まあお便りとかは急に読むっていうことはあるんですけど、そうですね、毎回のチリメンパーティーもだいたいちゃんと打ち合わせしてから収録します。なんか話す内容っていうか、なんかここではじゃあこの話をしようって、なんか詳しく決めるわけじゃないんですけど、なんかだいたいこういうテーマを話そうとか、そうそう、話を決めといたりはしますけどね。ありがとうございます。キュン話？もうキュン話じゃないんだよあれ。ドッキドキ、ドッキドキの話なのにみんながキュンばっかり送ってきたんだよ。ありがとう。おかげでなんかあのあれです、なんか恋愛ドラマみたいな見た気持ちになりました。恋愛映画みたいな、なんかちょっとあらーって、あらあらあらーって。ドキドキの話、収録以外で佐竹さんとどんな話するの？え、どんな話してたかな。あまり覚えてない。覚えてないんだけど、みんなテンションがすごい高かったな。かま、次の話か。そうだね、次こうですよの話か。なんだっけな、そんななんか折り入った話はそんなにしてないんですけど。ありがとうございます。
みんながでもコメント欄でさ、コメント欄見えてたからさ、みんながコメント欄で無音だ、ここを聞かせろみたいなコメントしてるのはめっちゃ見えた。なんかガールズトークかーみたいな。でもお便りの話はしてたわ。これやばくないみたいな、キュンすぎないみたいな話してたわ。マジでみんなで盛り上がってた。めっちゃキュンじゃないって。お便りの恋バナで盛り上がる。コメントありがとう。アイスもありがとう。え、幽霊系一個もなかったな。マイキューにキュンの話はありますか？マイキューにキュンとしたみたいな話ちょっとあったらぜひお待ちしてます。ないかもしれないですけど、ぜひぜひお便りお待ちしてます。マイキューにキュン。ぜひ、はーい。ピンにキュン、どこに送る。なんか考えないとな。コメント読まれるとキュンとします。あ、この人今キュンとしてますね。キュン。今多分もうもだえてます。いつもキュンとしてます。いつもしてる。配信でってこと？初めてのお話した時めっちゃキュンとした。え、嬉しい。なんか嬉しくなってきた。笑顔？公園で目が合うとキュン。推しメンに好きって言わせました。めちゃくちゃキュンとしました。いつもキュン。握手会の時の手のあまりの柔らかさにキュンとして、なんかさ、それさ、なんかめっちゃ言われるんだけど、しかもショールームでなんか私手が柔らかいって言われたんですけど、あんま柔らかくないと思うんですけどねみたいな話したら、そしたらそれからまた来たあのファンの方が握手会で、本当に柔らかい、柔らかいみたいな人が増えて、なんか全然柔らかいと思わないんだけどなって思いながら、なんかふわふわだみたいな。柔らかい、分からん。そういえば柔らかい。思い出してる。あ、覚えてないって人もいるね。STは握手会、リリースイベントでやりましたね。あ、7月28日は、幕張、イオンモール、なんだっけ、新都市幕張、ね、待って、順番合ってる？イオンモール新都市幕張、幕張新都市、あります。リリースイベント、ぜひお待ちしてます。まだ握手してない、ぜひお待ちしてます。幕張新都市か、イオンモール幕張新都市。画面いっぱいに眉毛が映ってるときキュンとします。はい、もうこれ今キュンキュンしてますよ。嬉しいね。
暑さに気をつけて、ほんとね、みんなもね、マジで暑いからね、なんか対策しないとね。なんか多分もうすぐ梅雨明けするよね。おいちゃん、ありがとう。なんで左に寄ってるか、あ、ごめん、コメント欄がこっちにあるの、だからこう見てたら、そう、ちょっと真ん中に行くわ。どこが真ん中？ここが真ん中か。58分。明日は何曜日か。あ、水曜日じゃ。明日は水曜日です。コンタクトしてますよ。じゃじゃじゃーん。でも近寄っちゃう、ごめん。ちょっと扉開いてる。キャー、また明日。あ、ちょっと壇上呼ぶ。よっちゃん513、フークさん、はやりんごさん、ココさん、マスさん、フレッシュメロンさん、スルメッコさん、クマネパパさん、リョンキューさん、岡山の岡 P さん、アルフォートさん、南波のひさとさん、1位はドルドルン、東京のソンさんでした。ありがとうございました。またね、明日、また明日。明日はじゃあ18時半から勝手に宿看護大臣公園で。また明日。おやすみ。今日も一日お疲れ様でした。ギフトありがとう。おやすみなさい。またねー。でも頑張れ。明日も頑張ろう。おやすみ。